おじさんが住む部屋。これは私が上京して新聞小学生制度を利用し、学生をしていた頃の話です。学校から数駅の都内 S 区に配属され、裏若い田舎っぺ少女の私は、まだ見ぬ東京での生活に胸を躍らせていました。が、上京当日、 住む場所の詳細などが知らされない状態で、もうこの時点で怪しさ満点なのですが、配属された新聞屋に挨拶に行き、そのまま寮に案内され、寮を見た瞬間、新生活への夢や期待が不安と恐怖に変わったのを今でも鮮明に覚えています。寮といっても新聞屋が格安で借りたらしいボロアパートで、 1>, 1階は誰も住んでいないらしくもぬけの殻。2階は3部屋で、よくある普通のアパートのように、一室一室、別々に玄関があるような形ではなく、一つの玄関から入って、そこから各居室に入るような形の、防犯もクソもないような感じのアパートです。そのうちの一室に住むことになりました。玄関に上がると、 まず鼻をつく異臭に気づきます。裸電球一つの薄暗い空間で不安感はマックス。居室はトイレのドアのような簡易的なドアノブで内側のポッチを押して閉めると鍵が閉まるような本当に簡易的なもので防犯性が全くありません。居室の中に入ると5センチメートル級の巨大 G の死骸が至るところにありました。 寒い県出身の私は G を見るのがもちろん初めてで、もう驚きすぎて声が出ませんでした。案内してくれた先輩からも、うわ、ひどいねこれは。という声が漏れるほどの惨状。ただただ怖く不安で、状況一日目にしてもう実家に帰りたいという気持ちでいっぱいでした。 ですがまさか文句を言ったり変えてもらうわけにもいかず我慢して住むことにきれいに掃除をして消毒してお香を焚いてインテリアを充実させてそうこうしてようやく家に慣れてきた頃 SNS で知り合った男性と付き合うことになったのです彼は東北の人でしばらくは遠距離恋愛をしていましたが防犯を口実に東京に呼び寄せ 同棲が始まりましたある日東京在住で彼との共通の友人が家に遊びに来ることになりました家の最寄り駅に迎えに行くなり浮かない顔をしている彼女どうしたのか聞くと気遣い屋の彼女はしばらくそれっぽい理由をつけては話をそらしていました心配ではありましたが とりあえず家に行こうということになり、連れて行くと部屋の前でピタリと足を止めたのです。どうしたんだろう、と顔を覗き込み、ぎょっとしました。泣いているのです。え、どうしたの大丈夫とあたふたする私と彼に、ごめん、全然悲しいとかそういうんじゃなくて、涙が勝手に出てくるんだよね。 涙が溢れている割にとても冷静な彼女とにかく入ろうかと部屋に入り話を続けてくれましたこの辺土地なのかなすごく嫌な雰囲気電車で移動している最中も気持ち悪くてこの家に着いた瞬間やばいなって気はしてたティッシュで涙を拭いながら淡々と話す彼女にあっけに取られる私たちカップル それからこの部屋さ、さおじさんいるよねその言葉を聞いた時いろいろな記憶がよみがえりました一つ目住み始めて数ヶ月たった頃まだ彼とは遠距離で私は一人部屋でプレステのゲームをしていましたすると突然ゲーム画面がザザザッと乱れフリーズ コントローラーをガシャガシャ動かしますが、応答なし。ディスクに傷でもついちゃったのかな、と、ディスクを取り出すため、立ち上がろうとした時でした。ゲーム画面、テレビのスピーカーから、ザ、ザザ、ザというノイズとともに、あ、秋、秋、秋、あ、あ、あ、秋、という、 低いしわががれたた中年男性のの声が聞こえてきたのです。私は立ち上がろうとした体勢のまま固まってしまいその瞬時にいろんな可能性を考えていましたですがすぐにゲーム画面のフリーズが元に戻りゲームの BGM も聞こえてきて安心した私は座り直しました これはタクシーかどっかの誰かのアマチュア無線が混戦したんだそうに違いない起きたのが真昼間だったこともあり怖いという気持ちはその時あまりなかったように思います二つ目同性を始めた彼が尋常じゃないほどの寝汗をかくようになりました何かの病気かと思うほどの寝汗でしたが寝汗以外には健康でなんだろうね と不思議に思っていたところでした3つ目部屋の異臭がなかなか消えないことお香を焚いたりハイターを溶かした水で水拭きしたりいろんな対策をしているにもかかわらず甘ったるいような酸っぱいような刺激のある異臭がなかなか消えないのですそれらを全て思い出したあとあることに気がついて動機がしました 一つ目の中年男性の声。秋と繰り返し呟いていたのを、駐車場や部屋の秋だと思い込んで、無理やり自己解決させていましたが、秋。それは私の名前であり、繰り返し呼ばれていたのだということ。それから三つ目の消えない匂い。私は、ある事情から自己物件に入ったことがあったのですが、 ひとこわな話になるのでまた別の機会にでも投稿しますその匂いと同じだということなんとなく気づいていたけど怖さもあって無意識のうちに霊的な現象と結びつけずに無理に納得させていたことを友人の言葉で呼び起こされたような感覚でした一気に鳥肌が立ちそれからの友人と彼の会話は頭に入ってきませんでした 友人が帰った後、土地柄について調べてみたところ、なんと T 川駅は S 形状、火葬場、自殺多発マンモス団地に囲まれていて、S 形状に連行される罪人たちの家族が別れを惜しみ、涙を流した、という言われのある橋もあり、T 川というのはそれに関連づいた名前でもありました。すべてが繋がり、 不可思議で恐ろしい出来事の合点がいった瞬間でした。すぐに彼に伝え、近所の神社でお札を購入し、部屋に備え付け、定期的に神社にお参りに行くようにしました。そこから彼の寝汗は落ち着きましたが、怖いことに変わりはなく、小学生の契約満期で引っ越すまでビクビクしながら生活していたことは、言うまでもありません。 今はそのボロアパートは解体され、おしゃれなマンションが建っていますが、部屋にいたおじさんは、まだそのマンションの一室に住んでいるのでしょうか。